やあ、ピースのかわいこちゃんたち。君たちは金技って知ってるかい？金技とは壁ドンを代表するテクニックの総称さ。え、君たちは金技をかけられたことがないって？そんな君たちに、今から11人の金技マスターが、君たちに金技をかけて魔法の世界へ誘ってあげる。最初の金技は、台所ハグからの袖くるです。台所ハグは、料理をしている女の子に後ろから抱きつく技。袖くるは、女の子が手を洗ったり、料理をするときに、服の袖を後ろからまくってあげる技です。何作ってんの？ん？スクランブルエッグ。それついちゃうよ。ごめん、我慢できなかったんだ。次のキュン技は、こっちもっと来い、からの、近距離にらめっこ、からの、あご食い、の3連コンボです。こっちもっと来い、は、じゃんけんほい、こっちもっと来い、というリズムで、遊ぶゲーム。近距離にらめっこ、は、超近距離でにらめっこするゲーム。あご食い、は、主にキスをするときに、女の子のあごをつかみ、食いとあげる技です。暇だね。なんかゲームしよっか。うん、こっちもっとこいゲームしよう。なにそれ。じゃんけんで勝った方が相手との距離を縮められるっていうゲームだ。うわー、楽しそう。じゃあやろっか。うん。最初はグーじゃんけんぽい、こっちもっとこい。最初はグーじゃんけんぽい、こっちもっとこい。最初はグーじゃんけんぽい、こっちもっとこい。近いね。うん。じゃあ次、近距離にやめっこしよう。うん。惚れたら負けね。わかった。にらめっこしましょう。惚れたら負けよ。あっぷっぷ。惚れた？次のキュン技は、キス封じです。女の子が拗ねながら話しているのを、キスで黙らせる技です。今日どうしたの？私なんか可愛くないし、頭も良くないし。そんなことないって。うん、性格だって良くないし。私なんかと付き合ったらダメか。黙って俺の女になるよ。ポッ。次のキュン技は本キスです。周りに人がいる場所で二人の顔を本で隠してキスする技です。次いつあるかな。この日は空いてる？その日はちょっと予定があって、3月だともう後半ぐらいしか空いてないかな。じゃあ次に会えるのは1週間後か。ここではちょっとみんな見てるから。じゃあこれならいいだろう。次のキュン技は、取り除きすです。女の子が食べているものを口で取り除く技です。
喉痛い。大丈夫？今のどめ舐めてるけど食べる？ちょうだい。ありがとう。次の急技は、俺救急車からの泣きペロです。俺救急車は、怪我をした女の子を、さっとお姫様抱っこで保健室などに運ぶ技。泣きペロは、女の子の涙を舐め取る技です。ベッキー、アルティメットしよう。うん。いくよ。はい。あ、ごめん、ベッキー。あ、ベッキー、大丈夫？うん、どうした？足ひねった。うん。あっちまで行こっか。うん。せーの。はい。泣くなら俺の顔だけ見てろよ。ほらもう着くから泣くなって。ほら着いた着いた。下ろすよ。せーの。はい、スプレーするね。ほらもう泣くなって。俺の前で泣くなよ。次のキュン技は、乾かし彼氏からの、神くんからの、カタズンのテキーラに負けじと、三連コンボです。乾かし彼氏は、女の子の髪の毛をドライヤーで乾かす技。神くんは、女の子の髪を嗅ぐ技。カタズンは、女の子の肩に、不意に頭や顎を乗せる技です。シャンプー変えた？変えたよ。気づいた？ヘアレシピ。髪に初めてのごちそう。ヘアレシピ。うん、やっぱなんかいい香りするもん。ん？何見てんの？私以外は出しちゃないの。泣きの頭じゃなくて、俺だけを見ろ。次のキュン技は、セナ文字です。背中に指で、文字を書く技です。今日はベッキーに伝えたいことがあります。でも言葉にするのは恥ずかしいから、あっち向いて。いいよ。ベッキーが頑張ってるのをいつも知ってるよ。ありがとう。一緒に食べよう。うん。次のキュン技は、しりとりキスです。しりとりで気が回ってきた時に、キスする技です。しりとりしようよ。うん。じゃあ、しりとり。リース。スイス。スイカ。カラス。スキ。キス。アラムキス、何点だった？次のキュン技は、デコキスからの、かぶせキスです。デコキスは、女の子のおでこにキスする技。かぶせキスは、フードや帽子を深くかぶせて目隠しをし、キスする技です。
ベッキー、あのね、GPA 0.9 だったんだけど、今回週取れたよ。そっか、じゃあご褒美あげないとな、明確して。ちょっとベッキー見えてるって。なんで男なの？よく頑張ったな。最後のキュン技は、寝たふり狼です。可愛い長尾で寝たふりをして、女の子をおびき寄せる技です。寝た？寝ちゃったか。女神は襲ってんじゃねえよ。今夜は寝かせないから。いや、ピースの可愛い子ちゃんたち、ちょっと、いや、ピースの可愛い子ダメだわ、こいつ。今日はどうしたの？うん、暇だね。なんかゲームしようか。うん。暇だね。なんかゲームしようか。うん。こっち持ってこい、ゲームしよう。何それ？じゃんけんで勝った方が相手との距離を縮められるっていうゲームなんだ。楽しそう。シャンプー変えた？気づいた？おいおい、なんかついてるぞ。かわいいな、こいつ。